今日はキュアグレース、キュアスパークル、キュアフォンテーヌの3人が恋バナをしてるみたい。どんなお話をしてるのかな？ちょっと覗いてみよう。ねえねえ、みんなはどんな男の子が好き？私はおしゃれで面白い男の子が好きかな。かっこイケメンに限る。私は礼儀正しくて約束の守れる男の子が好きかな。かっこイケメンに限る。そっか、2人は面白くておしゃれな男の子と礼儀正しくて約束守る男の子が好きなんだね。キュアグレースはどんな男の子が好きなの？私はね、ちょっと変わった男の子が好きかな。変わった男の子？例えばどんな子が好きなの？髪はちょっと長めだけど、頭のてっぺんはツルツルで、お洋服はちょっと変わったお洋服を着ていて、全体的に緑っぽい人がいたら私好きになっちゃうかも。頭のてっぺんがツルツルの緑っぽい人？ねえねえ、キュアスパークル、そんな人いると思う？どうだろう、いないと思うけど。あ、いた！頭のてっぺんがツルツルで、全体的に緑っぽくって、変わった格好をしてる。いやー、まさに私の運命の人だわ。お、スーパーのオーリダスに行かなくちゃ。あ、私の運命の人がどっかに行っちゃった。あんな理想の人に出会えるなんて、一生に一度かもしれないよ。キュアグレース、追いかけて告白しなよ。そうだね。私、あの、緑色のツルツルの変な格好した人に告白してくる。いってらっしゃーい。あんなところに私の理想の人が。卵98円か。何かブツブツ言ってるわ。かっこいい。あら？隣に誰か。なあ、キュアミルキー。卵98円はお一人様一パックまでだから、キュアミルキーもついてきてくれないかい？いるよ。その代わりドーナツをおごれるん。卵よりも高くなってる気がするけど、まあいいか。あれあれ、隣に女の子がいる。しかもとっても可愛くて、緑のあのかっこいい人と同じ緑色してる。なんでお似合いな二人なの？卵買う前にドーナツ食べさせるるん。買ってからにしようよ。しかも夕食前にドーナツなんて食べたら夕ご飯食べられないでしょうが。なんだ、お母さんかるん。なんだかすっごく家庭的な話してるよ。なんてお似合いな二人なんだろう。あの二人の間に私の入る余地はなさそうね。せっかく理想的で運命の人と思える人に出会えたけど、今回は告白せずに、この恋は胸にしまって、新たな恋のステップとしましょう。ふふふ、二人ともお幸せにね。ゾクゾク、なんだか今誰かに幸せを願われた気がするるん。なあ、そんなことよりキュアミルキー、早くスーパーの卵買いに行こうよ。卵うるさいるんね。しょうがない、言ってやるるん。ありがとう、キュアミルキー。ただいま。おかえり、キュアグレース。あの緑の人とはどうなったの？それがね、なんだかもうすでに家庭を持ってたみたい。緑色の可愛い女の子と一緒だったよ。そうか。ま、他にもっとかっこいい人いっぱい現れるよ。そうだね。でも、すっごく理想的な人に、やっと巡り会えたと思ったから、ちょっとショック。じゃあ今日はみんなでパーッと女子会しよう。そうね、美味しいものでも食べて、さっぱりすっきりしましょう。二人ともありがとう。持つべきものは友達だね。みんなは気になる男の子いる？気になる男の子いるよ。気になってる男の子は昔いたよっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。サブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると
アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これから